フェとおじさん。パフェは楽しい。見ているだけでも楽しい。こんなにも華やかで、色とりどりで、盛りだくさんで、メルヘンチックな食べ物が他にあるだろうか。揺るぎなく構築された縦の配色美、冷たく積み重ねられた色の地層。レストランなどの店頭のサンプルケースには、カレー、スパゲッティ、ハンバーグ、ステーキなどの暗色系の食べ物が多く並んでいる。その奥にひときわ派手でひときわ華やかなパフェたちが立ち並んでいて、そこだけ突然のひな壇のような、そこだけ突然の宝塚の舞台のような別の空間を作り上げている。色とりどりのお姫様たち、華やかな衣装を身にまとった夢のような王女様たち、おじさんといえどもついうっとりと見つめてしまうことになる。見つめているうちになんだかとっても変な気持ちになってしまう。チューリップの花を縦に長くしたようなグラスの中の一番下の層は白。その上の色とりどりの果物の小片が入り混じった層は薄いイエロー。その上のもう一度白い層の中の赤紫のまだらはラズベリーたちだろうか。そしてその上のピンクとイエローグリーンの2つの半球は冷たくて甘いアイスクリームで、その上に雪のように降り積もった生クリーム、周りを取り囲んだキウイのグリーン、その上の真っ赤ないちごと、その横に可愛らしく添えられた濃い緑のミントの葉。見つめているうちにおじさんはさらに変になってゆき、まあ素敵などとつぶやいて、両方の手のひらを優しく合わせ、それを右方に当て、右の方に首と一緒に可愛くかしげさせていって、ますます変になってゆく。というふうにおじさんといえどもパフェの魅力にはこうしきれないものがあるのだが、パフェほどおじさんに似合わないものはないのもまた事実だ。ケーキとおじさんはまあ微笑ましいというような受け取られ方をする。あんみつとおじさんもまあありうるなという受け止め方をされる。しかしパフェとおじさんはどうだろうか。気持ち悪いとか薄気味悪いとか危ないから近寄るなとか、そういう不穏な雰囲気を周辺に与える。したがっておじさんは店でパフェを食べることができない。じゃあ家で作って食べるかということになるが、パフェは家で作るものではない。じゃあ出前で取るかということになるが、パフェは出前で取るものじゃない。身体極まったおじさんはどうすればいいかというと、勇猛を振るって店に行き、柱の影、植木の影、仕切りの影など、あらゆる影の席を求めて着席してパフェを注文するしかない。注文して意義を正して格調高く食べるしかない。くれぐれもにやけたり、うふなどと微笑んだり、戦術の両手右方を当て右かしぎを行ったりしてはならない。とりあえずいちごパフェで話を進めよう。まあいちごパフェが影の席に到達しました。ウェイトレスの女の子はなぜか逃げるように足早に去っていった。長いスプーンを右手に構え、さあどこからほじろうか。パフェの楽しさはほじる楽しさだ。まずどこをほじるか、次はここをほじって、あそこをほじって、その次は中心にあるパイナップルらしきものをスプーンでボーリングしていってほじってと、終始ほじってばかりいる。ほじるのほかにどけるという行為も割に多い。まずてっぺんのいちごを脇にどけて、その下の生クリームをすくうとか、キウイをどけてその奥のアイスクリームをほじるとか、どける、外す、ずらすといった
一時的な移動、あるいは撤去が頻繁に行われる。最近はかなり大きめのショートケーキを斜めにドサッと乗せたパフェもあって、これはまさにタンスが上から落っこってきたような状況であり、この一時的撤去作業はかなり難航する。パフェを食べているとなんだか片付け物をしているような気になる。この部分を片付けたら次はそっち側を片付け、その片付けが済んだらその下の片付けと、上からきちんきちんと片付けていく。時々手を休めては一番下の白い層のところを見つめ、いずれあそこに行くんだなぁとなんだか嬉しく、またいそいそとほじり始める。特にこれといった目的もなく、なんとなくほじって口に入れたものの中に何やら固形物があり、何かと恐る恐る噛みしめてみると、これがバナナで、なんだバナナかと思うものの、少し嬉しかったりするのもパフェの魅力の一つである。一つ一つ片付けてはいるものの、パイナップルに溶けかかったアイスクリームがくっつき、そのアイスクリームにシロップが混じり、というふうにいろんなものが混じり合った複合の味を味わえるのもパフェならではだ。すべて冷たいはずのパフェの中で突然出くわす生クリームの妙な生温かさは、なんだか場違いのような、いやこれでいいような、しかしなんだか変なような、何回食べていてもいつもそういう気持ちになる。パフェは最後が寂しい。生前華やかだっただけに余計寂しい。そこに残ったドロドロをスプーンで未練がましく何回もすくったりする。